目標はもちろんのことながら全種類コンプリート。今日のこの動画で全種類コンプリート決めたいんですけれども、やはり、ああ、無理だろうな。でもとりあえずシークレット出したいよね、シークレット。サンボックスでコンプはかなりきつい戦いになるけど、シークレットは可能性あるからね、シークレット出して、あとコダックかわいいな、コダッキーとかすげえ楽しみ。とりあえず、まあでもコンプは目指していく。コンプはね、諦めちゃ終わりだからそこで。いや、頼むぞ。3箱でコンプ決めたいな。運が良ければ全然ね、数的にはいけるはずなんだけどね、3箱コンプとかして、見たいから、ちょっと決めてみたいよね。3箱コンプ決めたい。記念すべき1つ目は。あ、その前にさ、ラインナップの紙見ようか。おー、ロコンだ。アローラロコンだね。ピカチュウ、ロトムズカン、フクスロー、ニャヒート、オシャマリー、ルガルガンすげえ惜しいわ。ルガルガン、黄昏ルガルガン。で、ロコン、今出たロコンにガラガラ。トゲデマ、かわいいな、トゲデマで。トゲデマもすげえ惜しい。で、ネッコアライにキテルグマ。レンジ虫、イーブイ、プリン、カビゴンも楽しみだな。で、ベベノム、コーダック。やべ、めっちゃ可愛い。これ5個ぐらい欲しいんだけどな。まあ、でもコンポ、今日はコンポを狙うぜ。で、生拳にサンダース、なぎさ、あとはシークレットだよな。ここ重要、すげえ重要。シークレット 2S2、SEC2 が出るかどうか。あとニャースね。ニャース。めちゃめちゃ可愛いな、ニャースのポーズ。記念すべき1体目はアローラロコンという、めちゃめちゃ綺麗なお姿ですね。アローラロコン。この調子でどんどん。あ、めっちゃ緊張するわ、本当に。まあ。シークレット序盤で出したいっていう、シークレット序盤で決めたりたいというね、この 熱き思い 熱き思いに応えてくれ。ポケモンのやつでは絶対に勝ちたい。ポケモンのやつではシークレット絶対に勝ちたい。おー、ピカチュウ。これは王座っしょ。これは王座っしょ。流れ的には最高だわ、これ。最高の流れ。来てる来てる。これ波が、SEC のお姿が見たい。マジで。ほ、頼むぞ、頼むぞ。おー、ピカチュウが今のところちょっと嬉しい。一番嬉しいかな。ピカチュウ。ピカチュウ超可愛くない？あいつ。あのポーズがすげえいいよね。ピカチュウのポーズ。めちゃめちゃ気に入っている。しかしながらちょっと、シークレットは？これなんか運が悪い。もう、いやいや、なんか嫌なサインだよね。今のね。嫌な。ニャース！ニャース来てんや！やったぜ！ニャースだ！めっちゃ可愛い。ニャースナンバーワンになった。ニャース王座っしょ。今のところは、まだ序盤だけどね。まだ序盤だけど、被りがないという熱い展開になっている。被りは序盤だけどね。まあ、序盤だけど、被りないから。シークレットか。シークレットドゥルサンダース。サンダースやっぱ可愛いな。サンダースめっちゃ可愛い。シュッとしてて凛々しい感じもあるけど、俺はシークレットまで突き進めると思う。いくぞ、シークレット強化だな。シークレット見ながらチョコレートプロテインをね、チョコレートプロテインを飲むって決めて。お、待って、初かぶりじゃない？初かぶりピカチュウ。っていうか、ニャースね、尻尾つけるの忘れてた。尻尾落ちてた。ニャースの尻尾。ピカチュウの尻尾探してたら、ニャースの尻尾見つかった。やばいな、初かぶりか。ここで初かぶりか。でもピカチュウだったからね。ピカチュウだったから。あ、もう全然オッケーでしょ。シークレット出るかどうかにかかってん、そこにシークレットさえ来ればさ、絶対いけるんだよ。シークレットさえ来ればさ。最初の10個で、1箱目でシークレットが来てくれたら、すごい、もう可能性が出てくるんだけどね。可能性が、全種コンプリートの可能性が。あと2個だからな。あと2個の勝負。ほんとマジお願いします。シークレット、このどっちかシークレットお願いします。本当にお願いします。シークレット、シークレット強いな。ネッコアラ可愛い。でも、ポーズ、造形いいね。ネッコアラ。これは王座だな。玉座の前に完璧なる可愛さでしょ、これ。ニャース、ネッコアラ、ロコン、アローラロコンにピカチュウ。最高の王座。しかしだ、シークレットが来ない。あとはねえぞ。あと200個しかねえぞ。シークレットが来ない。シャマリーということでね。まあ、しし、おあ、いやー、やばい。一個一個が重要になってくるからな。新しいの出していかなきゃいけないんだよね。電池しか。シークレット出ないね。あー、シークレット出したい。先に出したい。すげえな、電池。でも、王座にはまだ程遠いな。王座にはまだ程遠い。王座にはまだ程遠い。頼む。シークレット来て。多分、シークレット、絶対、やっぱこれがチョコエッグでね、こっから被りまくるんだよね。もう分かってる分かってる。シークレット俺は信じているよ。ガラガラ超かっこいいね。イケメンすぎる。ポーズを、こうポーズいいね。めっちゃ躍動感があるポーズになっております。ガラガラである。アローラガラガラ、アローラガラガラの突進力からの、突進力からの、絶対来る絶対来る。俺は信じている俺は信じている。シークレットショット、頼むぞ。来てくれ。
くれよ。ちょっと積み重ね。あの時あれが落ちなかったらこうはならなかったって、バタフライエフェクト的なさ、素晴らしい。このパワー系のデカさ。この重力あふれるボディパワー。今日は絶対にシークレット出すって決めてるんだ。俺は心の中で決めてる。今日出なかったら本当にやばい。最近本当出ないんだもん。SEC チョコインキーのさ、SEC。まあでもそう簡単に出ないからシークレットなんだけどね。まあ、そう簡単に出ないからシークレットなんですけれども、SEC すげえ渋いんだけど、最近の SEC は。これは間違いなく王座っしょ。これ間違いなく王座っしょ。あと14個しかないから、14個の戦い、あとたったの14個。あと5箱くらいあったら心にもうちょっとゆとりあるんだけど、14個しかないから、2箱目はあと3つ。終わった感ばなくなってきた。流れ的にもダメな気がする。いつもと同じパティーンだもんな、いつも。お、カビゴ来た！最高のクオリティじゃねえか。カビゴめっちゃでけえ。カビゴめっちゃ可愛い。カビゴこのデカさで、ね、この重力感あふれるボディが最高だよね。キャビゴ、キャビゴゲット降臨です。そしてあと2つ、200個目はあと2つ、合計あと12個。一応ね、思ってるんで、自分の中で10箱に1個ぐらいじゃないかなとはすごく思ってるんだけどさ、本当にマジでそうかもしれない。10箱に1箱結構きつくね。10箱に1箱ってかなり買わなきゃいけない。最終手段だよね。おっしゃー、ニャヒート来た。ニャヒート、やっやったぜ。ここに来て初メンツ。次ね、3ボックス目なんだよ。3ボックス目。最後の10個の戦い。めっちゃ緊張してきた。やばい。緊張感半端ないんですけど。それではでは、ラスト10個、ワンボックス、行こうが、ラスト、あ、もう、あそこの、空いてる王座、闇の王座、裏の世界の王座に、シークレットを置く。俺はもう決めてるから。もう今日のミッション、今日の予定だから、もう俺はもう、今日俺の見聞書がもう見てるから、未来を。あそこにシークレット乗ってるところ見てるから。もう間違いでしょ。俺のペクトラリスメジャー見聞書がね、たまにやらかすけど、まあまあ待って、もうちょっと待って、もうコンプ数的にきついかな。ついないでよ、もう無理だと思ってたから、コンプは。もう一応目標にしてたけど、とりあえずシークレットだからね、俺はシークレット出したいんだ、シークレットね。怒涛のカブリーになったんじゃないの、これ。怒涛のカブリーじゃねえの、3ボックス目にしてお願いします。おい、ゲプロテイン、たまらんで、卵ワンパッキーどうじゃねえぞ、卵ワンパッキー。いや、やべえ、ほんとやばい。怒涛のカブリーやってる。ガチでか、ここに来て、怒涛のカブリー。もうシークレット出すってもう絶対無理だ。もうほんとこれめっちゃくっそつえ、くっそつえ、ちょいかほんとくっそつえ。これやっぱ10ボックスぐらい買うとダメだ。1シリーズ10ボックスマスティじゃない、これ。1ボックスもうお店で買うのやめようかな。送料かかってもいいからさ、もうネットで買った方がいいかも。 10箱なんてあったとしても持って帰ってこれんじゃん、大量すぎてさ。だから通販で買った方がさ、絶対にさ、もうこのカブリ率すごい、このカブリ率、これもう狙ってできるようなもんじゃないからね、この被りですね。もう心の中で泣いてるからね。今まだ涙出してないけど、泣くときは俺シークレットを見たときだって決めてるからさ、心の中で泣いているが、泣いているが、これカビゴンじゃねえかな。カビゴンじゃねえかな、これ。カビゴンだわ。はい、俺の見聞色、カビ。ほほほ、ラッキーだった。いや、まん丸しててね、なんかパンパンしてて重たかったからさ、カビゴンだと思ったんだけど、コナック来た！やったー！ありがとうございます！ついに入った！発熱、コダッキー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 。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。コダック。うわぁ。ありがとうございます。やっと、しかも超可愛いんだよね、このコダック。すげえ欲しかったの。待って、こいつ王座に置こうかな。もう王座。完璧だわ、この顔寄せ。いや、王座に置きたいんだけど、こいつ。どうしよう、王座に置きたいんだけど。どうしよう、でもこいつ置いたらもう、置いたれ、置いたれ。もうシークレット出たらね、どかせばいいんだよ、ニャースを。ニャースをどかすわ。ニャース。ニャース首にゃ。ニャースを、ニャース首にして、もうこれで解決しよう。ニャースをね、先にもう、下ろした。もう、これもシークレットの可能性、よく考えたらさ、あるからさ、先にさ、下ろしといた方がいいなと思ってさ、もうシークレット全然違うけどね、もうシークレットもう、なんか今日出ないフラグ出てるけど、もしかしたら出るかもしれないから、もうニャースを先に首にしといて。出るんです、絶対出るんです、シークレット頼むぞ。もうあと2つしかないよ、どうしよう、あと2つ、もう後はなくなってきた。頼む、シークレット来て、おい、シークレット、もうやべえ、泣けてきた、どうしよう。待って、違う涙出てきた。違う涙、強い、チョコエッグ強い。チョコエッグ、なんかすげえ嫌われてる、チョコエッグに。マジ泣けてくる。でも、ここまで嫌われるともうマジ本望だよね。もうチョコエッグを、チョコエッグにここまで嫌われる、もう本望ですよ。ここまで嫌われるのも全然 OK ですよ、これ。全然 OK です。トゥトゥトゥルトゥ。泣いてないよ。絶対泣いてない。ほんまマジガチ泣いてない。マジもう、ラスト1個。マジ泣いてないから。泣いてないもん。泣いてる。嘘。チョコエッグプロテイン。
美味しく飲むんや。諦めないぞ。ニャース首にした。何のためにニャースを首にしたんや。ニャースを何のために首にしたんや。シークレットを乗せるためだろ。いつ出るのか今でしょ。嬉しいけど、嬉しいけど来なかった。嬉しいけど来なかった。めっちゃ強えわ。もうシークレットもダメだ。出る気しねえ。もうネットで買ったのかな、もうマジで。でも自分で出してんだよな。ここまでもういいや、プリン乗せよ。プリンをさ、王座に乗せて終わろうぜ。プリンを王座にセッティングして終了ということで、今回の開封結果は、まあコンプリートはまあできなかった。それは分かってた。それはね、3箱でやるのは甘いと思ってたんだけど、シークレット出る可能性あるかなと思ってたんだけど、出なかった。シークレット強すぎだろ、シークレットチョコイックの SNC。いや、す、ごめんな。お前首にしたのに、王座から首に引きずり下ろしたのに出なかったよ。ニャース、ごめんにゃ。ニャース、ごめんにゃ。次回です。で、絶対出すから。今回許してくれ。くっそ強かったな。でも結構集まったよね。次回コンプいけそうな気がするけど、いや気がするだけなんだよな。だって今日だってさ、シークレット出る気したけどさ、もうマジここまでか。俺なんか自分で出せる気せんわ。もう自分でシークレット出せる気しなくなった。このシリーズの直訳シリーズのシークレットも一生出せない気がする。本当にこのまま買い続けても何かを変えなきゃいけない。それではではまた次回、次のねポケモン直訳の開封動画でお会いしましょう。次回こそ絶対にコンプ決めてやりたい。シークレットを出して。こんだけ買ってもまだ出てないやつあるからね。すごい、さすがチョコエッグ。偏りが半端ねえわ。でもこれがチョコエッグ。これがチョコエッグよ。シークレットがね、ここまで強い方が楽しいしな。楽しいし、辛いけど。出た時の感動と興奮がマシマシになるからさ、俺は諦めん。絶対に自分で出してやるぜ。ニャース待ってろ。お前の王座もゲットしてくる。王座もゲットしなきゃな。ミッションが増えたら。